転換について理解を深めてもらおうと、県庁1階ロビーの結び丸にシンボルカラーである紫色のスカーフなどを飾り付ける啓発活動が行われています。今月26日は転換を正しく知るパープルデーです。2008年カナダ人女性が始めたもので、シンボルカラーの紫色のものを身につけることで転換への応援メッセージにつながる取り組みです。今日は日本転換協会の会員が県庁1階ロビーにある県のキャラクター結び丸に紫色のスカーフや花を飾り付け、転換への理解を求めました。協会によりますと、転換はおよそ100人に1人の割合で発症する脳神経の病気ですが、仕事をする上で通常業務に支障はないものの、多くの患者が職場などで誤解や偏見に苦しんでいるということです。職場のを辞めさせられたりですね、あと配置転換で、そういうところに配置されたりという方もいらっしゃるんで、その辺は絶対そういうことではないですよということをお話しさせていただいてます。今月23日には仙台駅東口で宮城パープルデーの啓発イベントが開かれることになっています。